こんにちは。この動画では Vue3 入門 Vue.js の概要解説 Vue3 プラス Docker プラス TypeScript プラス Beautify でプロジェクトを作成し、コンポーネント、テンプレート構文といった Vue.js の概念や Vue の起動の仕組みについて簡単に解説しようと思います。まず Vue.js の概要としましては、Vue.js というのは JavaScriptフレームワークの一種でして、これは結構ご存知の方も多いかなと思います。フレームワークとしては結構有名な方な部類でして、リアクトに並んで人気があるものかなと思います。でよく言われるのは、Vue はリアクトよりも学習コストが低いという点ですかね。まあ真偽は定かではなくて、人によって個人差もあるかなと思いますが、一般的にはよく言われることが多いかなと思います。で最近の、大きな点としては、Vue2 と Vue3 で、書き方や構成が、大きく変わったというのがありまして、本動画のシリーズでは主に Vue3 について、取り上げていくんですけど、Vue2 とは書き方や構成がかなり変わりました。基本的にこの変更はいい変更なんですけど、まだその大きな変更に対して、対応しきれてないライブラリーとかもまだ少なからずあるので、その点がどう捉えるかというのは正直あるかなとは思うんですが、Vue3 の変更自体はとてもいいものかなと個人的には感じています。どの点が良かったかというと、Vue3 になって TypeScript のサポートが強力になったり、Composition API という React っぽい書き方が、主流になってきたので、Options API の弱点であった、処理が散らばって書き方、水だけになって見通しが悪くなってくる書き方というのは、克服できるようになったというのは大きな強みかなと思います。ドキュメントにも書いてあるんですけど、オプションズ API は必要書にはなっていないんですけど、コンポジション API か、オプションズ API か選ぶことができるといった感じですかね。ただ基本的には、オプションズ API を選ぶメリットはそんなにない気がしていて、この2つでは一目瞭然なんですけど、コンポジション API の方がこういう感じで、ロジックがまとまってて読みやすいって感じですね。オプションズ API はこんな感じで散らばっているので、いちいち行ったり来たりしなくちゃいけないっていうデメリットがあります。なので基本的にオプションズ API は昔の Vue のプロジェクトで触ったりするときに読めるようになっていく必要があるというぐらいだかなと思います。これから新規で開発する場合はコンポジション API にしていけばいいかなと思います。まだまだコンポジション API の方が情報が若干少ないので、その点情報の多さでオプションズ API の方がいいという、あるのかもしれないんですけど、それは時間の問題で逆転してくるかなと思いますので、今現時点ではそんなに気にしなくてもいいかなと思います。リアクトは結構基本的に最初に JSX みたいな感じになっていて、HTML を書いて、下の方に、JavaScript をまとめて書いていくっていった感じだと思うんですけど、コンポジション API も似たような感じですね。その JavaScript の部分と、HTML の部分を分離して書くことができるといった感じで、処理の見通しが良くなったといったイメージですかね。なので、個人的な印象として、Vue3 のコンポジション API を選択するのであれば、そんなにリアクトと遜色がない方かなと感じていまして、保守性も、高められていくのではないかなと思います。ライブラリーの対応状況は若干確かに懸念点ではあるんですけど、これは今後に期待したいかなと思っています。Vue.js だと一度学んでしまうと結構書き方が、分かりやすいかなと思いますので、その点リアクトよりも学習コストは低いというか、リアクトはどちらかというとずっと書いてれば、慣れてくると思うんですけど、ちょっとでも触った時間があると書き方を忘れてしまうといいますか、リアクトの書き方はどうやんだっけっていう風になりがちなんですけど、Vue の書き方は意外と忘れないというか、理由を触ってない時期が長かったとしても、すぐ思い出せるというか、っていう分かりやすさはあるかなと、個人的な印象ではありますけど、あるかなと思います。なので、分かりやすいものであったりだとか、リアクトが若干分かりにくいという方にあれば、Vue.js は結構おすすめな選択かなと思います。よくデザイナーがいる方とかは、Vue.js の方を選択することが多かったりするらしいっていうのを聞いたことがあります。最近はリアクト Next.js 一強っていう感じで、それも、つまんでないなって感じするので、Vue.js も全然いいんだよっていうことを、本動画とかで、お伝えできたらいいかなと思っています。はい、Vue.js の概要としてはそんな感じでして、実際に試してみたいと思います。いつもの通り Docker で環境で構築したいんですけど、基本的に前回までやっていた Rails の、シリーズでやっていた、プロジェクトと同じディレクトリー構成としてやりたいと思いますので、Rails の環境構築手順について詳しく知りたい方は、私の、
私のデイリーズのデイリーズ入門シリーズの方も見ていただきますと幸いです。で、環境構築手順自体は、こちらの記事にまとめています。まだ見ていない方は基本的には、こちらのリポジトリから、コードを クローンしていただければ、すでに始めない状態になっています。早速ちょっとクローンしますね。で、クローンして、なんか適当な、リポジトリに来ていただいて、Git クローンとってください。はい、で、クローンしたので、どうしまして、現状のディレクトリ構成はこのような感じになっています。ただ、いくつか、修正がございまして、このディボスというのメインブランチは、NUXT3 の環境構築が、終わった状態の状態なんですけど、ちょっとこちらちょっと、動画にしようと思ったんですけど、NUXT3 はちょっとまだ正直、若干ちょっとまだ対応していない部分といいますか、少し動かしづらい部分が多い印象でしたので、若干見送らせていただきました。それで、Vue3 の方を動画にしているんですけど、その兼ね合いで若干 NUXT.js の、環境構築が混ざっているんですけど、こちらは一旦ご放念ください。NUXT3 のなんか、挙動とかが安定してきたらそちらの方も、動画にしようかなと思います。なので、それはちょっとしばしばお待ちください。ですので、現状のこのコードの、フロントというディレクトリは、消していただいて大丈夫です。コマンドとしては、rm, rf のフロントと打っていただいて、フロントディレクトリは消していただいて大丈夫です。で、修正としては、Docker Compose YAML ファイルを開いていただいて、こちらを修正しようと思います。どう修正するかというと、こんな感じですね。こんな感じのコードに、修正しようと思います。そのまままるっとコピーしていただいて、って感じですかね。はい、現状はまずは、このような感じで Docker Compose YAML ファイルを構成したいと思います。で、最初も、後に移動するんですけど、最初の段階では Docker ファイルは、ルートに置くようにしてください。ですので、最初にタッチコマンドで、Docker ファイルというのを作成します。はい、で開いていただいて、こちらですね、簡素な構成ではあるんですけど、これをコピーします。で、早速ビルドをしましょう。はい、ビルドが終わったかなと思います。で、ビルドしましたら、フロントの、コンテナを立ち上げて、ビューデータストというコマンドを打つんですけど、これが、Vue.js の、あれですね、イニシャライズのコマンドに当たります。プロジェクトネームはフロントとします。タイプスクリプトは使用します。JSX は使用しません。で、ビューレーダーも使用するので、使用して、フィニーダーも使用します。B テストは、一旦はなしにします。サイプレスも一旦なしにします。ESLint は導入しまして、FreeTier も導入します。はい、これで、ビューのあれが作られたかなと思います。で、Docker ファイルを、修正したいので、Docker ファイルを開いていただいて、こちらのケースですね、copy.app という、こちらのケースを、追加します。でもって Docker ファイルを、フロントディレクトリ直下に移動したいので、mv、Docker ファイルをフロント配下に持っていきます。これで Docker ファイルがここにあるので、移動できたかなと思います。で、Docker Compose YAML ファイルも、修正します。開いていただいて、ビルドするコンテクストあたりを、修正したいので、はい、こんな感じですね。ボリューム数パスとかも修正する感じですね。はい、こんな感じです。で、修正しましたら、もう一回 Docker Compose YAML ビルドをします。はい、ビルドが終わりましたので、Yarn インストールを走らせたいので、
もう一回フロントコンテナを立ち上げて、ヤーンインストールを実行します。はい。で、もう一度 Docker ファイルをこのような感じで、コマンドを立ち上げる PS を追加します。追加して、もう一度同じように、ビルドをもう一回して立ち上げたら、画面が見えるはずです。はい。で、立ち上げたので、こちらですね、ローカルホスト5173を立ち上げています。はい、こんな感じで立ち上がってますね。この画面ができていれば、環境構築の方は完了しています。はい、まあ、Docker の環境構築はこんな感じですね。で、環境構築しましたので、Vue.js の中身を少し見ていきたいんですけど、コードを実際に眺めてみまして、Vue.js の場合、ソースの、main.ts というファイルがありまして、まあ、こんな感じですね。これとほとんど変わらないと思うんですけど、まあ、こんな感じの構成になっていますね。で、これの、createApp という、まあ、こちらの関数ですね。まあ、この createApp が、新しいアプリケーションインスタンスを作成するというふうに、ドキュメントにも記載されているんですけど、まあ、そんな感じですね。まあ、基本的にこの CreateApp から、Vue.js の、あれが、アプリケーションが始まっているといった感じです。で、CreateApp の引数に App というのがあるんですけど、これが、App.view ですね。まあ、この App の、コンポーネントを渡していまして、この App.view が、Root コンポーネントというものに当たります。App.view を見てみますと、まあ、こんな感じのコンポーネントファイルが入っていて、Vue.js の場合、こんな感じでスクリプトのタグと、テンプレートというタグと、スタイルという3つのタグがあります。まあ、スタイルは、CSS そのものでして、このテンプレートというのが、HTML の部分に当たります。でこんな感じで、コンポーネントを、ハローワールドみたいな感じで、こんな感じでコンポーネントを HTML のタグのようにして、記述することができます。でハローワールドはこのインポートしますね。こんな感じでコンポーネントが、コンポーネントをインポートするといった感じで、親と子という関係で、どんどんつながっていった感じで、構成されています。で、main.ts のアプリケーションのクリエイトアップの最初については、一番上の親である、ルートコンポーネントである app.view が、渡されていて、アプリケーションがスタートしているといった感じです。で、コンポーネントというのは、今少し言及したんですけど、web パーツのまあ、パーツのことですね、を指していて、まあ、部品なんですけど、まあ、なんかこんな感じで、例えばこういうドキュメンテーションっていう、なんか一部分があると思うんですけど、まあ、こういったなんか一つの部分みたいなものがコンポーネントという感じでして、まあ、例えば、helloworld.view とかも、まあ、全部コンポーネントにみたいな感じなんですけど、まあ、こういった一つの部品の部分ですね、がコンポーネントという感じですね。そういった、コンポーネントが組み合わさって、一つの画面を構成しているといった感じです。なぜこのようにコンポーネントにするのかというと、再利用性を高めるためといった感じですかね。基本的になんかこういうボタンとかっていろんな場所で使い回すと思いますので、コンポーネントにしない場合は、同じ技術が複数箇所に散らばってしまって、修正誤差がかさむといったデメリットがあるんですけど、それをコンポーネントとして、一つのビューファイルにまとめることによって、同じ場所に複数呼び出されることができますので、仮に修正があったとしても、一つのファイルの修正だけで済むといった感じで、保守性を高めることができるといった感じですね。はい、まあ、基本的にまあリアクトとか、まあ、もそうなんですけど、フロントエンドの開発はこういった感じで、コンポーネント設計とかをして、コンポーネントをどういうふうにして置いていっていくというふうにして、アプリケーションを開発していきます。で、コンポーネント、インポートはしていっていくんですけど、こうした要素を、画面にレンダリングする際に、マウントというのがありまして、main.ts の方に書いていますね。ここですね、アップロードマウントでアップというのがありまして、このアップが、このあれですね、クリエイトアップなので、アプリケーションを作成したものを、マウントすることによって初めて画面に反映されていった感じですね。これがないと画面に出てこないって感じですね。で、このアップって何かというと、こちらのインデックス HTML のこれですね。libid アップだと思うんですけど、この id アップというのにマウントしています。まあ、ここでスクリプトタイプで main.ts が呼ばれているんですけど、まあ、そんな感じで lib タグのアップにマウントされているという感じで表示されていますね。Vue.js の基本的なアプリケーションの流れとしてはそんなような感じになっています。
で、テンプレート構文というのがありまして、まあ、テンプレート構文とは、まあ、平たく言えば、テンプレートの中で JavaScript のコードを使えるものでして、まあ、HTML の中に JavaScript のコードを実行できるものといった感じです。まあ、ドキュメントの記述は若干難しく書いてあるんですけど、まあ、平たく言えばそんな感じなので、特に難しく考える必要はありません。マスタッシュ構文といった感じで、まあ、こんな感じの二重中括弧で囲んで、記載します。ただ、挿入できるのは、式に限られるので、なんか if 文とか、あと変数を代入したといった、文は実行できないので、まあ、JavaScript の全てのコードが実行できるといったわけではありません。まあ、基本的にそういった if 文とか使いたい場合は、こんな感じで参考演算子を使う必要があります。他の場合だと、ブーリアンテストというのが、true であれば、1+4 が表示され、false であれば、23×4 が表示されるといった、JavaScript コードを、テンプレートタブに埋め込む、構文ですね。こんなような感じで、JavaScript のコードを実行することが可能です。まあ、ただ、こういう参考演算子とか、やや複雑な JavaScript コードに関しては、こういう感じでマスタッシュ構文で自家書きするのではなく、コンピューテという算出プロパティに、メソッドとして切り出して、やるのがいいかなと思います。まあ、算出プロパティとかその辺の詳しいことについては、また次の動画とかで解説しようと思います。といった感じですかね。で、最後に、Beautify というのがありまして、まあ、Beautify とは何かと言いますと、まあ、UI のデザインツール的なものでして、まあ、簡単にデザインとかを整えたりすることができる、フレームワークといった感じです。まあ、昔で言うブートストラップ的な感じですね。最近はこういうデザインツールはいっぱいありますので、まあ、Beautify をインストールする必要は必ずしもないんですけど、まあ、やはり、Vue.js のデザインツールといった一番有名な Beautify でして、Vue2 であれば、おそらくデファクトのものだったかなと思います。まあ、Vue3 の場合は先ほど、インストールした際に、Beautify インストールすると聞かれなかったので、まあ、デファクトじゃなくなったのがお分かりになったかなと思うんですが、まあ、それでもやはり、使いやすいかなと思いますので、本動画では Beautify を採用しようかなと思います。まあ、Beautify、一部 Vue3 に対応しない部分があったりしますので、まあ、正直、賛否両論はあるんですが、まあ、他の部分を補える部分があるかなと思いますので、本動画では Beautify を採用します。基本的にはヤンクレードビューティファイとかってやるんですけど、まあ、これやると、ビューティファイのプロジェクトを作ってくれるみたいで、まあ、さっきやった、クリエイトビューみたいな感じになっちゃうので、新しいディレクトリを作ってしまうので、今回はこちらではやりません。既存のビュープロジェクトに、ビューティファイを加えたいので、まあ、こちらですね。こちらのコマンドを実行します。Docker Compose Exec フロントですかね。にこれをやってください。はい、インストールしました。で、使い方としては、main.ds で Beautify を使うようにするっていう技術ですので、まあ、こんな感じのコードを、追加します。この下あたり追加しますね。であとは Beautify という関数で、createBeautify というのをやる必要があるので、それも追加します。まあ、createApp みたいな感じですね。この辺は Beautify で必要なものをインポートしているといった感じです。で最後に app.use で Beautify をやる必要があります。まあ、基本的にライブラリはこんな感じで app.use とかを使うことが多いかなと思います。まあ、ルーターとかピニアとかも全部 app.use でまとめていますので、まあ、そんな感じで、クリエイトアップした、Vue.js のアプリケーションにこういったライブラリを使い加えているといった感じです。なんかやりましたので、まあ、せっかくなので何か Beautify を聞いてるかどうかは確かめたいと思います。まあ、こちらが Beautify のドキュメントでして、何でもいいんですけど、まあ、V カードでも試してみましょうか。まあ、こちらのコンポーネントを試してみましょうか。これをコピーしていただいて、まあ、正直どこでもいいんですけど、じゃあ、新しいのでは作ってみましょうか。ルーターというのがありまして、まあ、これルーティングの、デイリズでいうルーツ RB 的なファイルなんですけど、まあ、これはルーターで、ルーティングを設定することができます。ちょっとここで新しいルーティングをせっかくなので追加しようと思います。まあ、基本は、すでにあるこれと結構似てる感じにしまして、パスを設定して、まあ、そこのネームと、あとはコンポーネントを指定するといった感じになります。まあ、今回はパスで、例えば、まあ、Rails のあれにあやかって、aim ストリングでも作ってみましょうか。
ビームスのネームをネームとしまして、コンポーネントをネーム、こちらの技法で書きましょうか。ビームスのネームドットビュードでもしておきましょうか。ビューズというよりは、コンポーネンツの方がいいですかね。はい、こんな感じですかね。で、コンポーネンツの中に name.view というファイルを作成しまして、ここに先ほどのビューティファイを貼り付けます。テンプレートだけで確か動いたような気がするので、試しに見てみましょうか。これの aims とします。 aims で反応しませんね。はい、もう一回書き直したら反映されました。何が原因で出てなかったのかちょっと若干分かんなかったんですけど、まあ一回ビューに書き返してもう一回コンポーネントにしたら反映されたので、まあスペルミスか何かをしていたのかなと思いますかね。はい、まあ、一旦こんな感じで AMS のルーティングに対してコンポーネンツの AM を呼び出していった感じで、こんな感じで表示されています。で、AM.view の方に関しては、これですね。まあ、こんな感じで Beautify のコンポーネントが、まあ、表示できていることが、これで確認できたかなと思います。はい、まあ、こんな感じで Beautify を入れていって、開発も進めていける状態になりました。はい、はい、いかがだったでしょうか。本動画では Vue3 入門とはじめとして、Vue.js の概要の解説から始まりまして、 Vue3 Docker TypeScript Beautify などを使って、まずは環境構築を行って、プロジェクトの、簡単な解説と、コンポーネント、テンプレート構文といった、Vue の概念や、あとは Vue の起動の流れについてまで、幅広く解説させていただきました。以降、Vue3 について継続的に動画を上げていこうと思いますので、Vue3 について気になる方はぜひともチャンネル登録とかをしていただきますと幸いです。またこのチャンネルではプログラミングをはじめエンジニア界隈、便利なツールや IT 業界の話といった結構幅広くいろんな動画を上げていますので、興味がある方はぜひともチャンネル登録していただきますと幸いです。はい、本動画が役に立ちましたらいいね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。